受験まであと2月。在職中は私も生徒たちと共にチリチリとした日々を過ごしていたもんだ。よし、正解だ。パンもお前どこで頭で持ってきたんじゃないのか。はい、静かに静かに。ここは受験でも品質する最重要ポイントだからよく聞いとけよ。問い6、問い7に共通する定理、それは解と係数の関係だ。これがすぐに連想できないようじゃ今年の春の合格は諦めた方がいいぞ。じゃあ説明するぞ。二次方程式 AX 次乗プラス BX プラス C イコール0、この解をアルファ、ベータとする。この時アルファプラスベータイコールマイナス。学校なんて何年ぶりかな。俺はこの間問いの高校行ってきたけどね。へえ、なんだお前どうしたの。風磨さんこそ。いや俺は仕事だよ。私は弟の進路指導できたの。へえ、東京の高校の方が有利でしょ受験に。だから預かってるの。校舎のすぐ近くに。うん、文房具屋が儲けたらしくてね、ビル建てるんだ。これ以上の騒音困るじゃない。父兄としては困りますよ。だから説明とお願いにこうして参上したわけだよ。校長に教頭に PTA 会長が待ち構えてんだ。嬉しいな。新婚早々大変だ。あのな、お前ら学校の中だぞ。すごいね今の子って。ディスコのね、階段でもエッチしちゃうんですって。へえ。男と女ってだけで青空の下で抱き合えるんだからな。ん？ああ、いや、ビル立つのあの辺りかな。ああ、辺りとうまくやってんの。うん、まあね。急に綺麗に女っぽくなったよな。何ですか。改めて見たらいい体だなと思った。いやだ、先輩も男なんだ。夏希さん怒りますよ。男の佐賀はどうしようもねえよ。いい女がいりゃ目は行くさ。あ、いけない。じゃあお先に。すいません。何発やってもらったんだよ。本当ですか。しかしなんで急に数学に身を入れ始めたのかな。くそ。同じクラスの子と付き合ってるのはご存知ですか。ええ、男の子ですし、やることちゃんとやってくれればあんまりうるさいこと言いたくないんですよね。こういうのっていけないでしょうかね。健全な男女交際ならまあ問題ないでしょう。すいません、なんか健全な男女交際っていうのがちょっとおかしいですか。あ、いえ。妻が一定美月。奥さん、まだ帰ってこない。あんな知ったらんわ。朝早いもの。どうするの。あら、みーちゃん、アメリカ見してやろうか。アメリカ
ほら見えるかな、アメリカ。これが自分の家族であったらと、ふと束の間の夢を見る。なあおめえ、これからどうすんだ。わからん。待って、真剣悩め。4月1日の生まれだもん。冗談みたいな人生だね。こんな食っちまえたよと可愛い子がいるんだからよ。ねえ、るいちゃん。いるから他に役持ってないの。つえなあ、おめえは。先生。お何しょんぼりしてんのよ。してないよ。だって。君たちのね、青春の後ろ姿を見たんだよ。え？ヒップラインはまだ崩れてないもん。見てろ。自分たちだってじじっと年取っちゃうんだから、あっという間だよ。信じられない速さだよ。短い季節なんだから、大事に生きておくれ。ではまたほどきながら忘れた言葉を、生きてあることの寂しさを寄り添うことで紛らしながら。先生んとこよ。押し付けてきちゃった。あ、羽伸ばしに来たんだ。じゃないのよ、ちょっと厄介なことになっちゃって。何それはよ、昔の男がおかげで問いに来ちゃったんだよ。今朝のことなのよ。もう2、3日こっちで身隠してよと思って。ああそう。仕事なんでしょ、やっちゃってよ。お、夏希、これなんだけどさ、これ水、これさ、なんとか商品として売り出せないもんかな。ダメだよ、一生瓶なんかに入れてきちゃう。なんで、ネットでちゃんと消毒済みだぞ。あ、そう。でもちゃんとした容器あげるからさ、どっちにしろそれに入れて所轄の保健所に持ってかないとダメだな。そうか、そうか。せっかくだから細菌検査してみる。頼むよ。問題なければさ、わさびと並ぶ鳥の名産品にしたいんだ。うん、だるま山の湧き水だったらきっと問題ないし、美味しいと思うよ、うん、ねえ、ネーミングどうすんの。うん、鳥の美味しい水。それはどっかでやってないかな。やってるよ。そうか、そう、なんかねえかな。じゃあ私はお水ってどう。そうか、やはりこの人冗談わかんない人だったっけ。みたいだね。なんだよ、冗談かよ。ねえな。どうなる、新婚生活バラ色ですわ。ねえ、ねえ、でも同居って大変じゃない。どうなの、シュートさん。ああ、頭のいい人なんだよね。でもね、その割に性格は結構砕けてるし、若い頃からずっと働いた人だから物分かりがいいんだよね。言うことないじゃない。風磨はいい男だしよ。よかったよな、夏希ちゃん。まあね。四季とだくど周期も問題なさそうだね。疲れた。別に俺インフォじゃないから。あんたたちも考えてあげなさいよ。水いらずってのはどうだ。おう、あーけどさ、水売るのに水はいらないってふうに聞こえない。おうなあ、水いらずは今の夏来て風磨だよ。そうだよ。やっぱり風磨は来られねえのかな。す
残業だったら仕方ねえね。トラブルって何？ちょっと俺の相談なら乗るぞ。あ、なんかね、学校の近くにビルを建てることになったらしいんだけど、なんか行き違いがあったらしくて、学校側がひどく態度を硬化させてるとかって言ってたから。大変だな。あー、ふうも落ち込んじゃって。あ、それどこの学校で？それがね、ん、ゆいちゃんの弟さんが通ってる高校らしい。皮肉なご縁ちも PTA もね、学校側についちゃったらしくて、なんか風磨吊るし上げ食ったとかって。そっか、あいつ傷ついたんじゃないか。ああ、男がいちいちいちそんなこと傷ついてどうしたの。あいつはデリケートなんだよね。みずみずしい水。お、これいいよ、これだよ。な、これだよ。な、店行ってさ、みずみずしい水っていう水くださいって言うのか。お前指さしてこれちょうだいでいいじゃない。ダメだ。あ、ウォーターゲートは、あ、だ日本語でほら、水の門。あー、それ綺麗だよね。うん、くせえよな、ウーマも。ん、なんで俺んとこあいつ相談してこねえんだよ。ゆいちゃんのことで拗ねてるんじゃないのかな。え、だって事後報告だったじゃないねえ。それも勝重さんの口を通してだったからさ、水臭いのあたりだって向こうはきっとそう思ってると思うけどな。うん、水のもんな、水、うん、なんか下痢してる肛門みてえだな。汚いんだよ、もう陰毛みたいなヒヤヒヤしたもん。うっせえな、お前。みずみずしい水、これが一番だよ。わかった、水すましな。これの水すましとよ、澄んだ水引っ掛けてさ。綺麗だよこれ。決まりだな。なねえ、男の人って疲れすぎってセックスってできないもんだな。うん、そういうこともあるんじゃろ。じゃあ回復すれば問題はないわけだ。うん、なんで。私の友達でそういうのちょっと悩んでる人いてさ。あ、ふうま、ごめん、これ返さなきゃ。私今思い出しちゃった。え、借りてたのよ、ふうまに。新宿のホテルでパッタリ会った時。ホテル新宿。あ、そう。安心しなさい、それはね、男の子だったから。へえ、会社の先輩の子だって。時々数学の勉強見てあげてんだって言ってたわよ。聞いてないよ私。あ、そう。なんか綺麗な子だったわよ。見とれちゃった。ですから、教育委員会の方にですね、間に入っていただけると、何かビルを建てると言いましてもですね、あの1階は全部文房具屋ですし、規模も大きくなりますし、結局は生徒さんのために。もしもし、人のうちのファックスなんか使わないの。俺に当たるなよ。せっかく3人でご飯食べようって、あんたのことあたりに紹介しようって。また今度でいいじゃん。どうしてさ、友達って言うとすぐ飛んでっちゃうわけ。知らねえよ。じゃあ俺も友達と約束あるしさ、行くね。さあ、リジェントは。そうそう、そう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 、それでふっと見上げて、ああ、ボートになり損ねちゃったね。もうじきお母さん帰ってくるからね。うん。そんな来るか来ねえか分かんねえの毎日待ち続けてさ、うぜえよそういうの。いやー、おかえんなさい。弟も待ってたのよ。あれ、今度な。入る。いたんだったら遠慮したのに。
どういうことですか。え、私がいなかったら来てもいいってことですか。もうやめろよ。一緒に暮らしてるなんて知らなかったからね。いや、一緒に暮らしてるってわけじゃない。それに近いわよね。別にいいんじゃない。どうぞ。あなたに許可いただく必要なんてない。俺さ、卒業名簿ってどこ置いてたっけ。これ、これと銀行の得意先のリスト付き合わせらさ、なんか風磨のためにいい手数があるよ、絶対。21年の待って番組。はい。あれ、何これ。弟が書いたんです。あんまり慣れ慣れしく人の部屋のもの触らないでください。いたこの人だったら何とかしてくれるよ。これ外したら風磨かかりちゅう。慣れねえんだよな。ああそう、はい、わかりました。あ、気をつけてね。はい。夏希さんからだよ。急な用事で遅くなるって。どうしたの。夏希さんってとんだ疫病神かもしれないわね。ここだな。看板出てないけど。ああ、いや電話では出てないってそう言ってた。ああ。ねえ、これじゃない？まだ帰ってないのかな。明日ジュネーブへ飛ぶもんでね。あ、お時間のないところを急に押しかけまして恐縮でございます。飯島の紹介じゃね。飯島大先輩は問西校の第一期生でございまして。1年もののスーパー定期、金利が 2% じゃねえ。銀行預金なんてへだよ。へ、あ、はい。で、文部省関係の栗島澄子に似とるね。いい女優だった。午前お客が入ってきたようですけれど、いかがいたしましょう。構わん、やりたまえ。何ですか。壁一つ隔てた向こうがラブホテルの一室なの。これマジックミラーよ。人のセックス見るの初めて。ビデオではあるでしょ。うち生の。すいません、私。あら、バージンかしら。ごめんなさい、失礼します。おい、ちょっと見るふりして下向いてりゃいいんだよ。じいさん、お前の反応見て楽しんでんだよ。乗るなよ。あら、やだ、男同士じゃない。どうなさいますか。いいだろう。京都の寺で坊主と稚児の危ないを見せてもらったことがある。生は初めてだ。ふ
風磨のためだろ。失礼しました。ございません、急用を思い出しました。失礼いたします。すいませんでした。失礼します。見た？え？顔。なるな。ちょっと一人は高校生みたいに若い子で、もう一個はちょっと、まったくどういうやつなんだろうな。ごめん、私せっかく紹介してもらったけどどうしてもダメなの。ごめん。じゃあタクシー拾おうか。いい、歩いて帰りたいし。じゃあありがとう、ごめんね。宴は終わったようだ。気持ちは嘘つけてもね、ここは嘘つけないよ。やめ。今度いつ？金だって独身時代のようにはいかないんだよ。小遣いの中身まで女房には握られてる。なんだ金か。簡単に言うけどな、サラリーマンの一万ってのは大変なんだよ。時期わかる。ここ休憩7500円だったよね。そんぐらいなんとかするよ。やる気か？夏樹さんと寝てきた？バカ。どうなの？俺が風磨裏切るかよ。だったら来て。嬢様。
何なりとご奉仕いたします。ひざまずいて足をおなめ。バカ、本当にやる？今日俺なんか妙に興奮してんだよ。夏希さんと一緒だったから。違うよ。え、やかんなんだけど、夏希と風磨あんまりうまくいってない気がする。なんでよ、だって理由がないじゃん。あたりとは一応決着ついたんだしさ。考えすぎかな。ルイ寝る前ちゃんと先生おしっこさせてくれたかな。大丈夫だよ。篠原先生みたいな人いてくれてよかったよね。でもそろそろ考えないと。こっちで本気に仕事探してみようかな。この子もいつか青春の時を迎える。命が近頃むやみに愛おしい。ただいま戻りました。遅くなりました。あの風磨さんは寝たわ。そうですか。夏希さん。はい。ちょっとじっくりお話したいことがあるんだけど。何でしょう。あの私ちょっとすごく疲れてて、それに気分が悪くて。そう、すいません。夏希にだったら殺されてもいいよ。俺を憎んでる。それだったら仕方ないけど、俺は夏希のことがひどく好きだ。愛してるとは言ってくれないの。それ以上だよ。必要としてる。他の男と寝てきた。そうか。なんで怒らないの。怒れないじゃないか。これ何の匂い。なんか果物でも置いてるの。芳香剤だよ。柑橘系の香りは神経を鎮めるのに効くっていうんで買ってきたんだ。疲れてるのか。そうね。おいで。
他の男と寝てきたなんて嘘よ。そうか。私ってそんなに魅力ない？私じゃダメ？夏希は素敵だよ。でもこんなにほっとかれたら自信なくなる。どこで何をしてきてもいいよ。僕のところへ戻ってきてさえくれれば。けど、あたりは。え？あたりとだけはやめてくれ。なんで？親友だから。あまりにも短すぎるから、あいつには。あいつとお前には俺嫉妬するよ。あいつは素敵なやつだ。最高の友達だよ。それだけ？え？そうよね。あたりのためなら命捨てるって言ったんだもんね。ああ。今でも？ああ。そう。そうだったの。いらっしゃいませ。口紅ください。メーカーは？何でもいいです。色は？元気が出るような思いっきり派手なの。Thank you.
よ、見たいのよ。何、女が入っちゃいけないっていう法律でもあるの？出てってください。何よ、なんで女が差別されんのよ。差別されてる連中がここに集まってるんですよ。ねえお姉さん、一人暇だったらさ、付き合わない？7500円いただきます。ホテル代かからなかったし、相場よりうんと安いしさ。何言ってんの。若い体味わっといてただはねえだろう。持ってけば。ラッキー、タクシー代とカードは残しとくよね。こんなことならホテル代ケチることなかったよな。なんでこんなとこ連れ込んだの。俺の恋人が昼間ここで働いてんだよ。女で？ああ、いるわよね。私の友達にも溶接やってる子いる。悪いね。何すんのよ。入れ墨。俺の電話番号だよ。欲しくなったらいつでも電話くれよ。俺名前嵐ってんだ。バカじゃないの。なんで私があんたに電話しなきゃいけないのよ。あんた病気みたいに寂しい目して歩いてた。優しさだってお金で買えるんだよ。ビジネスだけど俺熱くなったよ。あんた自信持っていいよ。すげえよかった。出かけてたの？気分悪かったんじゃないの？ずいぶん赤い口ね。郵便はがき突っ込みたくなっちゃうわ。誰の夢見てるの？あなた指遅かったんだから。いいいのよ。
これ。何なの？さあ。気持ち悪いわね。いや、友達だよ。あら、お金じゃない。飲み屋で金足りなくて貸してたんだ。わざわざ返しに来ることないのにな。いつ来たのかしら。さあ、ゆうべだろ。どうして名前書かないの？謝礼だよ。なんで帰化の付けなのよ。帰化の問題を教えたことがあって。同僚の人じゃないの？いや、同僚…いや、飲み屋でそういう話題になって。学生時代どうだったっていう。風磨は数学得意だったもんね。いただきます。あの帰化の図形ね。え？私、どっかで見たことあるんだけど。帰化の図形ぐらいどこにだって。から水線を下ろす。同じのがあたりのとこにあった。え？ゆうべ行ったのか？ええ。何しに？あなたの仕事のことで頼みたいことあって。ゆいちゃんもいたよ。なんでそんな図形があたりのとこ？知らないけど、数学教えてるのって会社の先輩のお子さんじゃなかった？千乃はそう言ってたよ。千乃が？うん。新宿のホテルで会ったって言ってた。あなた男の子と一緒だったって。その子が同僚？いや、綺麗な子だったって千乃言ってた。いや、だから同僚っていうか先輩の息子なんだよ、会社の。話なんかとっちらかってるね。そう、別にいいけど。なんだよそれ。本当に別にいいのよ。あ、もう出かけちゃったんだ。アピールアポイント。素敵なやつを見つけたら従業員に渡してもらう。ん？ P から推薦を下ろす。何これ？はい。あら？ん？私のあれ、定期なくしたのか？どうか拾われてませんように。もしもし、いたのですけど。もしもし。何よ無言電話。失礼しちゃうね、遅刻しちゃうじゃない。ゆい、風磨と別れてくださらない？風磨、生きてられるか？生きてろよ。お前が好きだ。